のマジシャンにはなれない。世界観によって空気の振動だったりとか反響だったりとかが違うというか、それを楽しめるなと思ったので、ディスコのシーンとプールのシーンっていう全然違うシチュエーションを2つ作って、その2箇所を行ったり来たりするようなミュージックビデオにしようかなっていうところの着想で作り始めました。シーンまで待機です。まだかな、緊張する。一番ダンス、みんな乗ってて乗ってて、からプシューってなって何回もテイク取り直したんですけど、毎回ビビりました。口がカーって大きいのがポイントです。中山も公開してます。プールに入るらしいので、髪とかを崩さないように、最後まで頑張るのが目標です。マジで絶対海で死んだ気がするんですよ、前世。大丈夫。水の音がめっちゃ怖い。みんないるから大丈夫。溺れちゃうよ。結構なんだ。あー、すごい。なるほど。120メートルあるらしいです。え？本当に？嘘かな？すごい。このくらい頑張ります。楽しみ。でもちょっと少なかった。360のエディットの前に、例えばそのプールのシーンだったら、そういうプールっぽい響きがするところのリバーブをまずつけて、そのリバーブをあの球体のこの辺に配置する、この辺に配置するみたいなのをやったり、アンダーウォーターとかサブマリンとか、じゃあその場所の本場のノイズっていうやつ。
カット。手がシュワシュワです。お風呂が好きなので夏はシュワシュワじゃないです。ちょっとだけ。ワンちゃん、今までプールの授業をサボってきた人間なのでちょっと不安がたくさんあったんですけど、とても楽しく撮影ができました。2つのシーンを行ったり来たりする中で、こう水を使ったトランジションだったり、あの音をこうエフェクトをかけるというか、ダイレクトに届ける以外の間に何かエフェクターとしてかませる演出しています。タイミング難しすぎて、あとカメラマンの方びしょびしょにしてしまいました。何回ぐらいかけた？何回かけたんだろう。リハーサル含めると7回くらいかな。はい、あ、めっちゃいい。めっちゃいい。なんかいろいろつながってたりするのがとても楽しいなと思ったので、そこが見どころかなと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13でした。覚えてますか？はい、合ってますか？合ってます。すごい。ここは360リアリティオーディオを聴ける立体のお部屋です。こちらの真ん中の人形が私たちが聞いた。あ、これ人形なんだ。たちが真ん中にいるってことで、こういう風にこんなにいっぱい音があるんです。スピーカーは13個なんですけど、この丸のとこが全部音がピコピコピコってなるので、丸がちょっとでもずれたら聞こえが違うらしい。はい、ね、私たちも初めて見て、うん、この立体の音響で声まじ聞くので楽しみです。いつもと同じように撮ったのに、その場面っぽい感じに、ね、うん、なるんだね。一度角度が変わって球体のここに回り込んだ時の鳴り方とかっていうのが、球体で考えるとこういう風になるんだっていうか、こういう風に聞こえるんだっていうのは本当にまず印象的な体験でした。描かれてたのタだけもっとタタタタタみたいな感じでできたりする。ドラマで描かれてた。あ、そう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 。これの部分だけちょっとこう上がってれば多分聞こえてくると思う。確かにそのさっきの2サビ後は割とテンポディレイ、タタン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 のディレイで、こっちのギターソロ後の方はリバーブ、普通の残響系で、タップでかかってるそのタタタタのディレイは逆にまだあんまり上げてなくて、はいはいはい、同じし同じ系統の処理ちょっと聞いてみますか。
360リアリティオーディオだとこのヘッドホンでこの13個の、ね、スピーカーから出る音が体験できるということで、じゃあ早速ね私たちも体験していきたいと思います。はい、みんなも聞けるんだよヘッドホンで。ここにいる気分になる。ヘッドホンで、まあ、2つの耳からしか聞いてないのに、ね、本当になんかこの辺からも全部にこう音が聞こえて不思議だなって思いました音の要素がしっかり届くような印象ですね。ヘッドホンとスピーカーだとだいぶ近い感じで聞けてましたね。あのアプローチの角度がとっても増えたのがチェックしている時にもあの試しがいがあるし、あの置き場所を自由に本当に今まで以上に広く捉えられるっていうのが面白さがある分野なんだなっていうのは本当に思いました。音と映像で合わせて何ができるかっていうのが今回本当にいろいろ実験できたんじゃないかなと思って楽しかったですね。初めての私たちの MV にこういう360リアリティオーディオの技術が加わったりしてて、また新たな楽しみ方ができる作品になってると思いますので、みんなもねお手持ちのヘッドホンでぜひ聞いてほしいなって思います。みんなヘッドホン持ってた？持ってなかったんだけどね。持ってなかったんだけど。チュンチュンチュン。じゃんじゃーん。なんとなんといただいちゃいました。すごくない？嬉しい。いっぱい聞くぞ。いっぱい聞ける。離れてるのいっぱい聞くぞ。みんなもぜひこの、MV360 リアリティオーディオをヘッドホンで体感してみてください。サンダルテレフォンでした。バイバイ。 バイバイ。バイバイ。いっぱい聞いてね。